地元のあることないことをご覧いただきありがとうございます。2010年5月5日、静岡県御殿場市で競売中の家の物置から、若い女性の遺体が発見された交際女性、妻殺人事件について見ていきたいと思います。2000年12月、静岡県御殿場市萩原に自宅を新築した桑田和也は、リフォーム業を始めて妻や子供たちと暮らし始めました。しかし2002年、当時22歳で風俗店従業員の女性 A さんと知り合い交際を始めました。香里さんは、これが不倫であることは分かっていたが、二人は沼津市西椎路のアパートで暮らすようになりました。彼女は22歳と若かったが、風俗店勤務ということもあって金銭的には余裕がありました。送電はそんな A さんの銀行口座から勝手に金を下ろすようになり、その借金額は2年半で990万円にまで膨らんでいきました。しかし、送電はいつまでたっても金を返そうとはせず、二人の関係はこじれていき、返済を求める A さんの言葉も次第にきつい口調になると、返さないなら警察へ行くというようになりました。そんな2005年10月のある日、送電は A さんに2000万円の貯金があることを知ってしまいました。そこで彼は警察に通報されることもなく、金を返す必要もない。それどころか、2000万円も自分のものにできる方法を考えつきました。A さんの預金額を知った翌日の2005年10月26日、送電は寝室で馬乗りになって香里さんを絞め殺しました。遺体はビニールシートにくるんでドラム缶に入れ、A さんのアパートから数百メートル離れた友人所有の空き地に放置しました。友人には、中身は肥料にするための土と説明した上で、日光に当ててはいけないから蓋を開けるな、と釘を刺しておきました。送電は A さんの預金口座から355万円を引き出し、その後も委任状を偽造して合計で約2000万円を引き出しました。A さんの携帯には母親からメールが届くことがありましたが、送電は彼女の死を偽装するため、A さんを装って返信するなどしていました。しかし、メール以外で連絡がつかないことを不審に思った母親は、2006年8月15日、御殿場署に捜索願いを提出しました。その後、2008年12月、送電は当時25歳女性の B さんと知り合い、交際を始めましたる。その半年後の2009年6月に送電は離婚届を偽造して妻との離婚を成立させ、10月には B さんと入籍しました。B さんの2人の子供とも養子縁組をして、11月頃から清水町久米田のアパートで新生活を始めました。当初は問題なく暮らしていましたが、やがて送電は暴力を振るうようになりました。送電は仕事の収入がほとんどなく、生活費をせがまれることにイライラし、B さんは2010年2月3日、静岡県東部児童相談所に、夫の暴力から逃れたいと送電の暴力について相談しました。2010年2月23日、いつもの生活費をめぐる口喧嘩の最中、送電はカッとなって B さんの首を絞めて殺し、遺体は車で元妻らが住む御殿場市の家に運び、ビニールシートにくるんで物置の奥に隠しました。送電は B さんとの結婚後もたびたび元妻宅に帰っていて、それが気に入らない B さんは無言電話をかけることがありました。生活費を出さない送電に対して、元妻に電話して出してもらうと挑発することもあったそうです。また元妻は送電が逮捕されるまで自分たちが離婚していることは知らなかったといいます。2010年3月3日送電は B さんとの離婚届を提出し、連れ子の養子縁組も解消し、3月26日には B さんの母親が静岡県警大人署に捜索願いを提出しました。離婚届を出した5日後、遺体を隠した御殿場市の家はローンの支払いが滞ったため競売にかけられることになりましたが、家が売れてしまえば B さんの遺体が見つかるのは時間の問題でした。そんな切羽詰まった状況の中、4月12日に送電は詐欺容疑で逮捕されました。4月下旬には、元妻ら家族は競売にかけられた家を出て行き、B さんの遺体は、
当然そのまま物置の奥に残されたままでしたが、詐欺事件で逮捕された送電にはどうすることもできませんでした。5月5日午前9時50分頃、この家の片付けをしていた清掃業者が B さんの遺体を発見し、業者が110番通報したことにより事件は発覚しました。静岡県警御殿場署は指紋から遺体の身元を B さんと特定し、死体遺棄の疑いで送電を逮捕しました。逮捕の報道を見た A さんの母親が、失踪当時娘と交際していた男であることを警察に相談し、その後の調べで送電が A さんの口座から現金を引き出していたことが分かりました。そして8月12日、送電の自供により、沼津市の空き地でドラム缶に入った A さんの遺体を発見し、送電は香織さん殺害の容疑でも逮捕されました。公判は静岡地裁にて裁判員裁判で行われ、起訴内容に争いはなく、強盗殺人事件の犯行意図などの情状面が争点となりました。2011年6月13日の初公判で、桑田和也被告は起訴事実を認めました。検察側は冒頭陳述で、不倫相手の A さんから990万円の返済を迫られた送電被告が、香織さんを殺せば警察に行かれることもなく、返済も迫られないと考え犯行に及んだと指摘しました。 A さんの母親からのメールに返信するなど、生きているように装ったと悪質性を主張しました。弁護側は殺人の動機について、 A さんを警察に行かせたくないと強く思ったと説明し、その後に得た金も殺して手にしようと思っていたわけではないと主張しました。2011年6月21日の第一審判決で、静岡地裁は送電被告に死刑を言い渡しました。裁判長は殺害動機について、身勝手極まりなく、経緯動機に酌量の余地はないと切り捨てました。2012年3月13日の控訴審初公判で、弁護側は事実誤認などを理由に死刑回避を求め、検察側は控訴棄却を求めましたが、東京高裁は一審の死刑判決を支持、弁護側の控訴を棄却しました。2014年12月2日、最高裁判決で裁判長は、強固な殺意に基づく残酷な犯行で、若い女性2人の生命が奪われた結果は重大、殺害は計画的でないことや反省している点など、被告に有利な事情を考慮しても、死刑とした一審判決を認めざるを得ないと述べ、死刑が確定しました。